はい、皆さんおはようございます。今日は車の中からお届けします。ですね、質問が常に多いのがトミーエマニュエルに関するね、質問ですね。トミーエマニュエルやっぱり大人気なんでね、やっぱり質問が多いですね。ソロギターの最高峰みたいなね、位置づけなんで、トミーエマニュエルって。でもやっぱりなんかこう挑戦したい、弾いてみたいっていう人が多くてですね、どの曲からやっていいのかみたいなね、相談がよく来ます。で、今日はですね、ちょっとトミーエマニュエルの曲を、レベル分けして、5段階でちょっとレベル1からレベル5までね、レベル1入門しやすい、レベル5激ムズみたいな感じでね、ちょっと紹介したいと思います。もちろんね、弾いたことない曲も挑戦したことない曲もね、いっぱいありますんでね、その辺は勘弁していただきたいなと思うんですけど、僕なりの経験から、ちょっとレベル分けをしてみたいなと思います。で、まあ早速なんですけど、レベル1いきます。これトミー・エマニュエル作曲の曲ではないんですけど、まあちょっと2曲ご紹介したいなと思って、トミー・エマニュエル本人もフィンガースタイル初心者向けにおすすめしている曲がね、2曲ありましたね。これ僕の動画見てくれてる方はね、もうなんか過去にも紹介してるんで分かってると思うんですけど、ここはちょっと外せないでね、紹介しておきますけど。で、1曲目はですね、フレイト・トレインっていう曲ですね。フレイト・トレイン。エリザベス・コッテンさんっていうね、女性の方が書いた曲なんですけど、で、歌もんなんですけど、で、彼女もすごい上手なトラビス・ピッカーです。で、その歌の部分もギターで表現したのが、まあトミー・エマニュエル、まあチェット・アトキンスがね最初にやったんですけど、すごくシンプルで短くて、ワンコーラスをずっと繰り返すような曲なんで、すごいいい練習にもなりますね。反復練習にもなるし、僕の講座でもですね、フィンガースタイル大百科っていう講座やってるんですけどね、課題曲にさせていただいてます。で、フレイト・トレイン。で、もう一曲なんですけど、もう一曲、このニッチな世界ではね、おすすめされる曲がありましてね。まあ皆さんご存知かもわかんないんですけど、ウィンディー&ウォームっていう曲です。で、ウィンディー&ウォームっていうのは、そのチェット・アトキンスがソロギターで弾くために、ソングライターの方がね、書いたんですけど、なんて人だったか、ちょっと今ド忘れちゃったんですけど、ウィリアム、なんだったかな。ちょっとテロップでご紹介しておきます。で、このウィンディー&ウォームっていうのは、いろんなギタリストがカバーしてて、いろんなパターンがあるんですけど、一番シンプルなのはやっぱりチェット・アトキンスが弾いてるようなパターンでですね、で、トミー・エマニュエルもカバーしてるんですけど、彼はね、もうものすごくかっこよく、テクニック的にもアドバンスにアレンジしちゃってますんでね。まあ、トミー・エマニュエルバージョンが難しいっていう方は、まずはチェット・アトキンスバージョンから挑戦されてみてはいかがかなと思います。で、僕のオンライン講座でもですね、ウィンディー&ウォーム課題曲にさせていただいてるんですけどね。まあ僕これ仕事なんでね、バンバン宣伝させていただきますけどね。まあ基礎からやりたい方は僕の講座をぜひ見てみてください。概要欄にリンクありますんでね。で、その僕が課題曲にしてるのはチェット・アトキンスバージョンをさらにシンプルにしたような感じですね。まあ手が小さい方でも弾きやすいようなアレンジっていうか、ちょっと工夫を入れたりとかしてね。フィンガースタイルってやっぱりこの再現性っていう意味ではね、教える側としてもね、結構なんか課題がいっぱいありますんでね、やっぱりこうシンプルで弾きやすい、入りやすいっていうようなね、アレンジがいいんじゃないかなと思って、最もシンプルなパターンを題材にしてます。まあレベル1はその2曲推しですね。フィンガースタイル、こういうスタイルやりたいけどどっから入っていいかわかんないっていう方はその2曲いいんじゃないかなと思います。で、レベル2いきます。レベル2で、これ僕カンコピってしたことないんですけど、ちょっとこれ外せないなっていうのがありまして、これアンジェリーナって曲ですね。アンジェリーナ。で、このアンジェリーナって曲は、トラビス・ピッキングがベースではないんですけど、トラビス・ピッキングっていうのは、まあ、簡単に言うとトミー・エマニュエルがですね、そのスタイルのベースになってるピッキングテクニックなんですけど、そのトラビス・ピッキングのスタイルではないんですけど、まあ、フラットピックを使ってね、弾いてます。で、このアンジェリーナって曲はですね、多分トミー・エマニュエル作曲の曲では、世界中で一番コピーされてる曲だと思います。で、素人の人がね、動画上げてる数もすごく多いです。で、トミー・エマニュエル本人がね、語ってたんですけど、アンジェリーナをね、たくさんの人たちにね、世界中の人たちにコピーしてもらえて、すごい嬉しいって言ってました。で、このアンジェリーナって曲はね、娘さんに書いた曲なんです。アンジェリーナって娘さんの名前なんですよね。ソロギターの、曲を一曲も完成させたことがないっていう方ね、ある程度経験はあるけど、そういう方に挑戦してもらったらいいんじゃないかなっていうのがアンジェリーナですね。はい、それではレベル2、もう一曲なんですけどね、これもカバーなんですよね。ビリー・ジョエルのカバーでトミー・エマニュエルがアレンジしてるんですけど、And So It Goes っていうね、曲があります。これめちゃめちゃ綺麗な曲なんですけど、このトミー・エマニュエルバージョンのソロギターもね、めちゃめちゃ綺麗です。アンジェリーナよりも、はっきり言ってね、再現性っていうかね、あると思います。まあ、簡単って言ったらちょっと違うんですけど、弾くの自体はね、奏法自体は簡単です。ただこの綺麗な聞かせ方っていう意味ではすごくね、奥が深くて勉強になるんじゃないかなと思うんですけど、パターンもシンプルですんで、覚えるのは早いと思います。で、覚えてからこの聞かせ方、その鳴らし方、なんでこんなに綺麗になってるんだろう、何が自分と違うんだろうってね、そういう研究をどんどんしていってもらいたいような曲ですね。これはね、本当にね、カバー推奨です。
まあこれが弾けるようになったらですね、まあギター全然興味ないような女の子もね、一発で口説けるかもわかりません。いいです。おすすめです。で、レベル3なんですけど、一曲ご紹介したいのが、Man with the Green Thumb っていうね、あの曲があります。まあ、トラビスピッキングを主体にしたミドルテンポの曲なんですけどね、メロディーめちゃめちゃいいです。で、めちゃめちゃキャッチーで、難易度的にもね、そんなに難しくないっていうね。で、まあ、この曲のストーリーといいますかですね、裏話みたいな話をちょっとシェアしたいと思うんですけど、この Man with the Green Thumb、Green Thumb って何のことかと言いますとですね、これ富山にいる本人がね、説明してる動画が結構あるんですけど、まあ、親指、緑色の親指っていう意味なんですけどね、あ、なんか、彼はジョークで、その、トラビスピッキングを練習して3ピックをはめてると親指血通わなくなって緑色になるみたいなね、だから言ってるんですけど、で本当のところはですね、グリーンサムっていうのは苗を植える人のことらしいんですよね。そういう作業仕事をしてると、まあ親指がね草で緑色になる、まあそれをグリーンサムっていうらしいんですけど、まあ要はパイオニアのことらしいです。苗を植えるっていうね、あのパイオニアのことを指すらしいですね。で、トミー・エマニュエルにとってのパイオニアっていうのはやっぱりチェット・アトキンスなんで、彼がガキンチョの時からね、憧れててね。まあ彼にとってのそのフィンガースタイルのね、パイオニアはチェット・アトキンスですね。まあチェット・アトキンスに贈られたトリビュートの曲になってます。で、この曲もね、おすすめです。めちゃめちゃいいです。まあこのトラビス・ピッキングのね、あの右手の弾き方を大体分かってきたって人はね、あの、ぜひ挑戦していただきたいなっていうレベルの曲です。レベル3ですね。で、レベル3もう一曲ご紹介したいんですけど、これね、ブルームーンですね。ブルームーン。これ古いジャズの曲なんですけど、チェット・アトキンスがカバーして、もちろんトミー・エマニュエルもカバーして、もちろんその後世のギタリストたちもカバーしてですね。もちろん僕もね、やりました。チャンネルの冒頭のオープニングあるじゃないですか。で、オープニングのところのギター僕自分で弾いてるんですけど、これは彼がね、トミー・エマニュエルがアレンジしたブルームーンのワンフレーズをちょっと僕が拝借してね、あのオープニングに使わせてもらってます。めちゃめちゃ好きなフレーズなんでね、あのオープニングにもしちゃいましたって感じで。で、このブルームーンはトラビスピッキングの曲というわけじゃなくてですね、これウォーキングベースが終始入っているような曲です。で、ベースラインが動いててね、で、その上にメロディーが鳴ってるみたいなね。なので、ウォーキングベースちょっと挑戦したいっていう方にはもてこいなんじゃないかなと思います。で、レベル2いきますね。で、レベル2ね、おすすめの曲はね、ズバリ、ルイス&クラークですね。ルイス&クラーク。これはね、めちゃめちゃ綺麗。こんなに綺麗なアレンジ、ソロギターでできるんだっていう印象を僕はね、最初に受けましたね。僕最初に見たのが、あの、DVD でライブのパフォーマンスをね、買ったんですけど、それでルイス&クラーク初めて聞いたんですけどね、めちゃめちゃ感動しましたね。で、これ、ルイス&クラークっていうのは、開拓者の名前なんですけど、まあ、トミー・エマニュエル本人がね、アメリカに行った時に、ルイス&クラーク誰みたいな話を聞いて、知らないのみたいなこと言われて、で、本を読んで、で、めちゃめちゃ感銘を受けて書いたっていう曲なんですよね。まあ、僕の中でのトミー・エマニュエルトップ5に入る曲です。ルイス&クラーク。で、これは基本的に、あの、トラビス・ピッキングがベースにはなってるんですけど、生指で弾いてます。生指で柔らかいタッチで弾いてます。柔らかいタッチで弾こうみたいなね、そういう動画で題材にさせてもらったんですけどね、めちゃめちゃいい曲です。もうめちゃめちゃいい曲。これ激ムズテクニックはないんですけど、綺麗に鳴らすのがやっぱり難しいですよね。まあベースラインとメロディーとハーモニーって同時に鳴らすじゃないですか。でもやっぱりこの音のバランス、ピッキングのバランスっていうのがね、すごい重要になってくるんで、まあそういうバランスの取れてないソロギターっていうのはやっぱりこうね、平坦な印象で、なんかこう聞いててもつまんないんですよね。わかりやすく言うと、ダイソーとかそういうお店でかかってるインストの曲みたいなね、そういう印象になっちゃうんで、やっぱりこのタッチですよね、ギターはね。そういうのを勉強できる、すごくいい題材になる曲だと思います。リス・ワンド・クラーク、おすすめです。で、ね、もう一曲ご紹介するんですけど、ここら辺でやっぱりちょっとスピーディーなね、あの、トラビス・ピッキングの曲も視野に入れていただきたいなと思うんですけど、僕が選んだのはエル・バケーロっていうね、曲ですね。エル・バケーロ。これはですね、もともとは、チェット・アトキンスが、誰か他のギタリスト誰だったかな、共作でやって、デュオギターでやったんですよね。だから、チェットがメロディーを弾いて、もう一人のパートナーがそのベースラインを弾いてってやってたんですけど、それをトミー・エマニュエルがですね、一人で、あの、やってしまうアレンジをね、考えて出したっていうね。で、終始、スピーディーなトラビス・ピッキングをキープしつつ、メロディーを上に乗せるっていうテクニックが必要になってきますんでね。ところどころフィンガリングちょっとストレッチフレーズだったりっていうのはちょこっと出てくるんですけど、そんなに激ムズな曲ではないんじゃないかなと思います。で、もう一曲だけ入れときたいんですけど、これあのクラシカルガスですね。クラシカルガス、トミー・エマニュエルがアレンジしてるクラシカルガスをちょっと入れておきたいなと思います。トラビス・ピッキングベースではないんだけど、疾走感があるね。ある程度アップテンポな曲っていうことで、結構あの音がずっと鳴ってる。メロディーもそうなんですけど、ベースラインもずっと鳴らしてるんですけど、でもトラビス・ピッキングのあのパターンではないということで、結構ね、あの人気なんですけど、トミー・エマニュエルの曲の中では結構異質なんじゃないかなっていう印象を受けます。でもライブでは定番のね、大人気の曲なんでね。で、なんでレベル2にしたかっていうと、まあ、
フレーズフレーズによってはすごい難しいアレンジもあるんですけど、基本的にトラビスピッキングが専門じゃない人でも弾きやすいんじゃないかなってことで、レベル2に入れさせていただきました。で、じゃあレベル1行きましょう。で、レベル1の後に番外編で気違いレベルっていうのをご紹介しますんで、でこれちょっと僕の中では外せなかったかなっていうのがあるんですけど、僕がトミー・エマニュエルの曲を初めて聴いてぶっ飛んだっていう曲なんですけど、これラトレルですね。この曲は僕すごい思い出があって、最初にトミー・エマニュエルの存在を知ったきっかけの曲です。で、 DVD のセットで、当時僕ねオーストラリアに行って、で英語の先生のお家に遊びに行ったんですよね。その先生が持ってたんですよ。で、それを見せてもらったんですよね。で、1曲目いきなりトミー・エマニュエルがサウンドチェックもほどほどにもうバーンって引き出すっていうね、すごいかっこいいギターの概念をひっくり返された曲でしたね。パフォーマンスでしたね。まあこんなことできるんだギターでっていうね、こんなにかっこいいのギターってみたいなね、そんな衝撃を受けた曲です。で、今でこそね、弾けるようにはなってきたんですけど、まあ、当時はもう何がどうなってんのか分かんなくてね、基本的な練習をどうやってしたらいいのかも分かんなかったんで、ちょっと時間かかっちゃったんですけどね。我こそはっていうフィンガーピッカー、トラビスピッカーの方はですね、ラトレル挑戦してみてください。で、もう一曲入れときましょうかね。で、ザ・ハントっていう曲があります。この曲もなかなか人気でしてね、これフラットピックの曲なんですよ。で、フラットピックって言っても、まあドッグワトソンみたいなそのフラットピックだけで弾くんじゃなくて、ハイブリッドピッキングって言って、このピックをねこういう風に持って、でこっちの指でもフィンガーピッキングするっていうねスタイルなんですけど、そのテクニックを最大限活かしたような曲ですね。めちゃめちゃスピーディーで、でフラットピックをめちゃめちゃゴリゴリにね駆使した曲になってます。これめちゃめちゃかっこいいです。で、途中で入ってくるそのボディーパーカッションだとかね、そういうのもあるんで、そのソロギターっていうね魅力をね最大限に、ね、出してくれるような曲でね、僕大好きなんですけど、まあトミー・エマニュエルファンの方はね、皆さんも憧れてる曲の一つなんじゃないかなと思いますんでね、ちょっと入れておきました。じゃあまあこの辺で気違いレベルね、番外編でちょっと2曲ご紹介しておきたいんですけど、まあ1曲目はですね、これほんと気違いなんですけど、カンティーナ・セニースっていうのか、カンティーナ・セネスっていうのかわかんないんですけど、あの曲があります。で、これですね、ミステリーっていうアルバムの冒頭に入ってるんですけど、このアルバムのアレンジはいろんな楽器が入ってるんですけどね、これトミー・エマニュエルソロギターでも弾いてましてね、ソロギターのアレンジでデモっぽいのがオンリーっていうアルバムのボーナストラック付きのアルバムがあるんですけど、 iTunes であるかな。で、その中にソロギターだけのバージョンが入ってます。デモバージョンでね、結構なんか音のミックスっていうの、マスタリングもね割とシンプルというか荒いっていうかね、初期バージョンみたいなやつがね入っててね、結構レアなんですけど、で、それはねもうほんと気違いですね。それもねフラットピッキング、ハイブリッドピッキングで弾いてるんですけどね、まあ本当にね簡単なパートがありませんみたいなねそういう気違い曲ですね。僕もちょっとなんか長い目で見てちょっと挑戦しようかなっていうね、そんな曲です。で、もし弾ける方いましたらぜひね動画をアップしていただきたいなっていう、ね、そういう曲です。もう一曲ちょっと気違いレベルの曲をねご紹介します。これねゴリゴリのねトラビスピッキングがベースになってるんですけどね、ウェルシュトルネードって曲があります。ウェルシュトルネード。で、これですね、アルバムリトルバイリトルっていうアルバムに入ってるんですけど、この曲はギャレス・ピアソンっていうね、若手のトラビスピッカーがいるんですけど、まあ彼がね、本当に10代の時にね、出てきてね、結構フィンガーピッカー界には衝撃を与えた若い子だったんですよね。まあ今はもう30くらいになったのかな、わかんないんですけど。で、その彼をその前座で使ってツアーしてた時に、まあすごい衝撃だったと。ね、その会場にいる人たちにね、すごい衝撃を与えたっていうね。で、そのウェルシュっていうのはね、ウェールズ出身なんですね、彼ね、イギリスのね。で、ウェールズ地方出身の人たちをウェルシュって言うんですけど、そのウェルシュトルネードっていうね、ウェルシュの竜巻みたいなね。だからその会場にいきなり来て、その竜巻のようなね、衝撃をみんなに与えて去ってったみたいなね。その時のことをすごいなんか覚えていたらしくて、トミー・エマニュエル本人もですね。で、彼にトリビュートを捧げる曲をね、書いたっていうね。そのすごいですよね。若手に捧げる曲を書くなんてね。すごいなんか素敵だなと思いました。そのウェルシュトルネードね、めちゃめちゃ早い曲です。めちゃめちゃ早い曲。僕もね、なぞることはできるんですけどね、トミー・エマニュエル本人が弾いてるスピードではね、ちょっとね、弾けねえんじゃねえかなっていうね。ちょっと弾けねえなっていうね、そんな感じです。これもね、トラビスピッキングの中ではすっげえアドバンスのテクニックです。で、もちろん終始難しいですね。簡単なパートは1秒もありません。まあ我こそはという方はですね、ぜひ挑戦していただきたいなと思います。トミー・エマニュエル5段階、まあ6段階かな、気違いレベル入れて6段階のレベル分けでした。ぜひ参考にしてみてですね、フィンガーピッキング、フィンガースタイルギター挑戦してみてください。まあ基礎から学びたい方はですね、ぜひ僕のオンライン講座、フィンガースタイル大百科申し込んでみてください。それでは。